TPP 協定締結されると小さな自治体は大変な負担だ。英語とって国語で国会にさせなきゃならなくなるという形で、そうはっきり書かれています。そして今回どういうことに公表許可で立てるかというと、水道事業、大阪市ではもう早速始めましたけども、オーストラリアとアメリカの FTA の間で、オーストラリア政府は最後まで水道事業は国民の命と健康に関わるものだから除外すると言い張ったんですが、最後FTA を結んでしまったんです。そうするとこの FTA というのは今までの条約と違って、今度の TPP もそうです、ネガティブリスト方式と言いましてね、結局お互いに反対だ、これはダメだと言い合って決まらなかったことは全部原則的に自由化されるんです。ですからおそらく水道事業もアメリカの水道会社がオーストラリアに入ったような日本にも入ってくるんじゃないか、いわゆる株式会社が地方の田舎を保険事業をやってしまう。今回の TPP では WTO と違って公共調達については設計と工事が分離されます。で、その中で設計部分は政府は、これは文書を政府からもらえなかったんですが、700万以上は都合の悪いことは政府は何も発表しないんだ、700万以上は国際入札になっていると私はこう聞きました。これはね、で、そうなるとおそらく日本のテレフォンは第三世界的に、で、地方のこの飯とか稲台の公共事業に入ってきて、中国人とかベトナム人とかそういった人をどんどん入れていく。これはね、で、さっさと帰っていくという形になっていて、この田舎の経済を今一番備えている公共道路事業というのは消えてしまって、消えていくんじゃないかというか潰れていくんじゃないか、で、そう思います。先ほどの話の中で、その政府が非常に水産省が農業の問題についてずっとその新聞に書いてる中に、消費税という問題も含めて、その影響が非常に少ないというふうに全てのことに書いてございますね。で、その根拠というものはかなりこれ見ると全くないんですけども、なんか農林水産省のなんか何て言いますか、その今回の TPP に対する影響はない評価の問題について先生のお考えになっていることが農水省の官僚も私が大臣の時は私の言うことを聞いてたけど、今自民党が森山君が大臣ですから、森山君が TPP 反対だったんだけど、やっぱ大臣になりたかったんだな、西川公園にしてもね。だから安倍さんの言うことを聞かないと、というと安倍さんの後ろにいるのはアメリカですから、安保法案もそうです。これはね、だって安倍さんは管轄式の時、海上自衛隊、日本の自衛隊に、管轄式に赤い国の軍隊も外国も艦船も時々見に来るんですから、それがアメリカの空母に乗って管轄式やるなんて考えられないですよ。